とことん読み込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントをいただきました。ありがとうございます。この装備を使ってみてくださいということですね。指定された装備集めました。まずは武器。流れ込む魂がついた近接装備。そして、防具が、勇者か英雄のポーションバリア、ビーストバースト、タンブルビー、クールダウンですね。で、バブルに、リフレッシュ、クールダウンショット、ロールチャージ、バーストボーストリングです。で、アーティファクトは、羽、ドラ、ベッグスとなってます。まあ、バブルビルドで倒しつつ、強敵はビーストバーストを使って倒す。そういうビルドですね。では、早速、使ってみましょう。それでは今回はゲイル聖域ですね。アーティファクトが報酬となってます。うん。まあ、羽ぴょんなので、バシバシこの、タンブルビーとベッグスは発動できるね。なので常に6体の召喚を入れながら行くことができます。うん。まあ、結構耐久力はね、この召喚のやつら。は、低いんだけども、まあまあ、消えたとしてもすぐに出現するので、大丈夫ではないでしょうか。はい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 。で、できればね、ビーストバースト使うならば、263が良かったのよ。263。でもね、まだね、作ってないんですよ、263は。持ってはいるんだけども、黄金がね、全然足りない。なので、そのうちちょっとね、作ってみようとは思いますけども、まあ、とりあえずこのね、快適さを見てから、どんな感じなのかっていうのを、ちょっと判断しようかな。基本的にはバブルビルドで全然倒していけてる感じだな。うん。まあまあ、これプラス、ビーストバーストだからね。はいはい。これはちょっと矢を増やしますね。増やしました。813本あれば、まあ十分でしょう。多分クリアするまでに、こんなにも使わないんじゃない？うん。で、まあまあまあ、バブルビルドなので、基本的には、変更にものすごい弱いですね。でも、まあ大丈夫っぽいね。まだ今のところ、ビーストバーストを使ってないんだよな。あ、使った、今使った。うん、基本使わずにもういけるにはいけるね。ああ、お前いるのか。ちょっとビーストバーストで倒した。ああ、落ちた！ビーストバーストで倒したい。OK！ ああ、倒すまでは至らなかったけども、一気にガッとは減らせるね。まあ、6体全部、出てしまってる時に使えば、かなり強いじゃない？うん。一発がね、ビーストバースト一発が、570万ですね。かける6なので、おー、4000万近く。まあ、4000万いかないか。3500万ぐらいのダメージはありますね。でもね、これね、263だと、900万なんですよ。一発。900万。この差がでかいよね。うん、やっぱり263だったらこんなに強い。263はすげえな。おう、一発の爆発で、ボスとか結構ワンパンできそうなぐらいあるかもしれないですね。それでは、ボスですね。行きましょう。どうだ、扉は開いてるかな。あ、もう開いてるようになってんのかな。最近ここ閉まってることほぼない。うん、では行きましょう。ベッグスも元気だね。でもこれを、弱点露出するまで、頑張るしかないやついかない。いやいや、大丈夫だ。なんとかなる。オッケーいいよ。ちょっと全部で、ね、6匹いっぺんにちょっと爆発させたいよね。どれぐらい減るだろう。でも2500万、いや違う、3500万かぐらいだったら、
どうだろうね、3分の1も減らせないかな。どうだろうな、まあ、ちょっと自分の攻撃も入れつつ、あ、ドラもあるからね、いくぞ。お、あー、まあ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 、こういう感じね。はい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 。でもボスにはこれぐらいでも、ザコはほんとね、あの棒のやつとかでもう一発でぶっ飛ばせたので、いいじゃない。ちょっと待て、あ、これはちょっとやばいぞ。あ、そうかそうかそうか、弓のリフレッシュが入ってるので全然使っていっていいか。そうそうそう、なるほどね。そうだわ、なんか弓のねリフレッシュにまだちょっと慣れてないんだよ。 OK、 いい感じ、いくぞ。あー、ダメだダメだ、一発で閉じちゃうな。うん、これ閉じなかったらいいんだけどね。だったらダイナモの攻撃も入れちゃうんだけども、うわ、厳しいな。オッケー、ちょっと待って、矢が残り620何本か、いや少ないぞ、持つかな。やっぱりね、矢が結構少ないっていうのが俺の弱点ではあるかもしれない。わお、惜しい、ダイナモも入れた、ダイナモも入れたんだけども、ちょっと厳しいな。あと一発です、矢がギリギリだな、矢はすっごいギリギリ。まあ多分持つ、持つはず。おお、いった、いった、ちょっと待って、痛い痛い、でも大丈夫、倒しちゃいましょう。 OK、パワーポーションあるとね、だいぶ火力が違うよね。いけるぞ、次で倒す。よし、蜂たちもあそこで元気にブス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 やってるね。いけ、はい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 、なるほど。このバブルで、行くならばこの選択肢もあり。うん、結構強いと思います。251でこの火力が出せるんで、これ263でやったら結構強いかもしんないね。うん、でも、エンチャントが決まってるので、厳選するのは難しそう。でも俺はもう持ってるので、作れるね。うん。まあ、ヘルスシナジーで、バブルを回復させながら行くか、ヘルスシナジーはなしで、流れ込む魂だけの回復で、火力を上げるか、うん、どっちもありだと思う、うん、ボス戦では火力を上げていくと結構面白いですね。はい、では報酬見てみましょう。なんだ、253 最低レベルだった。でもまあまあ、ハーベスターね、もう一個強いの欲しかったのでちょうどいいかな。うん、256と253、この2つを装備していいのではないでしょうか。はい、ということで、今日はですね、コメントありがとうございます。流れ込む魂の近接、そしてタンブルビーとビーストバーストが入った勇者でバブルだね、でベッグスドラ羽のビルドを使ってみました。まあ攻撃的なバブルビルドみたいな感じで、なかなかいいのではないでしょうか。ただし厳選はなかなか難しいと思います。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。